はい、こんばんは。4月1日月曜日午後10時30分を回りました。4号頻後の夜第690回、今夜もどうぞよろしくお願いします。はい、4月1日ということで、平成25年度、新年度が始まりました。本年度もどうぞよろしくお願いします。はい すいません。こちら、宮崎は、晴れでした。晴れてました。花曇りというか、パッとした青空というよりも少し雲がかかっているような感じの、晴れで、暑くもなく寒くもなく、まあいい一日でございました。まあ、新年度の始まりということで、宮崎神宮の方に行ってお参りをね、本年度もよろしくお願いしますというお参りをしてきました。で、その足でね、神宮の近くに、宮崎県の総合博物館っていうのがあるんで、今日はね、これを見てきました。これポンって大丈夫かな。はい、ジオラマ展です。なんて書いてます？昭和原風景ジオラマ展っていうのがあったんですね。NHK の朝のドラマ、梅ちゃん先生の、まあ、オープニングで出てきましたね。昭和の風景のジオラマ。あれを作った、山本隆さんですかね。名前書いてますね。の、ジオラマ展でした。4月7日、今週の、来週の日曜日かな。今度の日曜まで、ありますんでね。お時間がある方はどうぞご覧ください。結構ね、面白いですね。まあ、ジオラマ、子供の頃はね、夏休みの自由研究で作ったりしたことがあるんですけれど、もう本当ね、細かいところまで綺麗に作ってあるんで、結構ね、勉強になりました。やはりね、カメラ目線で こうしてね、どういったアングルで見るといいのかなという感じでずっと見て回ったんですけど、本当も飽きなかったですね。本当面白いというか、細かなところまで作り込んであるんで、結構楽しむことができました。まあね、作ってみたいなと。まあ、プラモデルとかをね、作ったりしていたんで、まあ、ものづくり興味があるんですが、ちょっとね、目が悪いんでね、細かなところまではできないかなと思うんですけれど、まあなんかね、今後の、ものづくりの参考に、したいなというふうに思っているところでございます。これ裏側もね、こんな風な感じで載ってます。まあ、あまり綺麗に入りませんよね。カメラが、映像が悪いんで。そしてね、こういったのもね、売ってました。ジオラマ、昭和の柴又商店街を作るということで、寅さんの、故郷、昭和40年代の、柴又の街並みが蘇るということで、寅さんのトランクの中に、商店街のジオラマが入ってるような商品があって、これ、講談社が販売してるんですね。9万8000円です。9万9800円もするんですけれど、結構面白いなというふうに思ってるんですけどね。まあ、これは講談社が作ってる、やってるんですが、いわゆるディアゴスティーニカというところもね、こういったジオラマを作るということで、まあ、趣味の範囲でね、毎月コツコツとジオラマを作るようなセットがあると、まあ作ってみたいなっていう気がします。まあ、これは限定3000セット、そのうちの第1期1000セットを受付してますということなんですね。これ作るのかな？もう作ってあるのかな？迷子を送るっていうんで、毎月2回来るんで、ああ、もう完成品もあるそうで、完成品はなんと18万円。高いですね。でも完成品は、2014年6月以降にお届けしますということなんですね。まあ、すごいですわ。はい。というような、こういったのもございます。はい。ね。ぜひ、行かれてみてください。面白いです。はい。ということで、今日はね、エイプリルフール4月バカということで、早速僕も YouTube の方に、動画をアップしました。まあ、かなり、
再生回数が上がっているんですが、まあ、あんな程度の映像しかできないんですよね。もっと手の込んだ、センスがあるような映像を作りたいんですけれど、まあ、あんなもんでございます。よかったらどうぞご覧ください。まあ、その後に、まあ、きちんとした、動画もアップしてますんでね、ご覧ください。それと今日ここに書いてあるんですけれど、今日は不思議なことだらけって書いてますけど、不思議なことだらけっていうか、なんかおかしいなっていうことに何か気づいたんですね。何かというと、今日発表された、長嶋さんと松井さんの国民栄誉賞。普通だったら、国民栄誉賞に関しては、事前にほら、なんかそういった国民栄誉賞が出るらしいよというような噂話とか、まあ、関係者筋から情報が漏れてくるっていうようなことで、まあね、話が伝わってくるんですけれど、今回は突然ポンと出てきましたよね。まあ、こと長嶋さんに関しましては、ニュースでもあったように、遅すぎるよね、と。まあ、せめてね、病気になられる前あたりにでもね、まあ、その功績をたたえて、当然もう先に、国民栄誉賞は受賞すべきところなんだけれど、なんか、長嶋さんと松井さんで同時受賞ということ、なんで急に突然発表したんだろうって不思議に思ってました。で、今日、たまたまね、たまたまというか今日朝早く起きたんで、午前中、ラジオを聞いていたら、内閣の参事官、外務省から出向してきた、情報関係を、ぎゅっといっぱい握っている参事官、50歳の男性が、自分の家で練炭自殺を図ったというニュースがありました。ん？で、その方のお名前は、公表されておりませんが、その情報、で、その後詳しい情報は流れてこないし、NHK なんかでも、ニュースはその後なかったんですよね。もしかして、その政府関係の高官が、参事官が握ってる情報が、安倍政権にとって悪い情報があったため、そのニュースをね、打ち消すために、急に、国民栄誉賞のことを出したんだろうかなというふうに、まあ陰謀論ではありませんけれど、そう思っちゃうんですよね。何か。なんかね、自殺っていうか、なんか不思議な、状況ですよね。なんで NHK はその後続報というか伝えないのか。さっきもラジオ聞いてましたけれど、一切そういったニュースは流れてこないんですよね。もうトップニュースが国民栄誉賞って言うて流れていましたけれど、参事官が外務省から出向、何か情報を持っていたかどうか知りませんけれど、俺大きなニュースじゃないかなと思うんですよね。それがもうその後何もニュースが流れてこないところを見ると、なんかおかしいし、で、なんか降って湧いたように国民栄誉賞がポンと出たわけであってね。4月1日、エイプリルフールではありませんけれど、なんかちょっと腑に落ちないな、変だな、おかしいなって。というかね、結構ね、そういった、政府高官、外務省とか、国家公務員の方が、亡くなるという事案、安倍政権、自民党政権では結構多いですよね。自分がいた上海日本人学校、僕がいた頃、いた前後に、上海総領事館の職員も不審の死を遂げているんですよね。だから、わけのわからない、死に方してる方っていうのは政府関係者結構いるんじゃないのかなと。それほとんども闇を葬られて、うやむやされて、何も伝わってこないと。ましてや、朝鮮半島が緊張している状況においてね、外務省から出向してきたっていうのは、まあ、朝鮮半島絡みか、またこれから始まる TPP に関する、情報とかね、外務省ですから、なんでわざわざ出向したのかってところは何かあると思うんですよ。なんか政府が、公表してはまずいような情報があったので、それを打ち消すような形で、明るい話題を提供したのかなというふうに思ったりするんですけれどね。
で、今回も、長嶋さん、松井さんに国民栄誉賞を授与するというのは、非常に明るい情報では、明るい話題ではありますが、その裏で起きていること、ね、きちっと、取材させない、取材しない、マスコミさん、まあ、マスコミが取材しようと思っても、政府の方から、取材するなっていうふうに来ればね、もう取材ができないわけであって、もうこれもうやむやになるんだろうなと思うんですが、自殺するって、まあ、お母さんと2人暮らしで、まあ、お母様が、介護を、受けているということで、まあ、介護ヘルパーさんが貼り紙を見つけて、練炭自殺が分かったということなんですけれど、普通介護するような親族がいてね、自殺をするのかなって。僕だったら自分の親の面倒を見ないといけないし、仕事がいくら忙しくても大変でも、介護するような、身内を残してね、死んじゃうと、まあ介護疲れで、大変だっていうんであれば分かりますけれど、ちゃんとヘルパーさんがいてね、お世話してくれているんであれば、ちょっとおかしいよねって。もう外務省からわざわざ出向してくれって言われて出向しているんだから、何かあるんだろうなと。まあ陰謀論ではありませんけれど、なんか不自然だな、不思議だなというふうに、感じました。まあ、国民栄誉賞を授与される、受賞される、長嶋さん、松井さんに関してはね、まあ良かったなと。まあ、これは素直に良かったなというふうに喜んでおりますが、まあ、長嶋さんが本当さっき言ったように、もうちょっと早く受賞されてもよかったのかなってとこですけどね。そういった何かね、政治的に利用されているという部分が否定できないでもない。どっかのニュースでそういった国民栄誉賞を政府がうまく利用してるんじゃないかという情報、ニュースが流れてましたけれどね。まあそういったことであってはいけないと思うんですよね。純粋にスポーツに関して、スポーツを評価して、国民栄誉賞を与えるということを、そこをきちんと政府は考えないといけないし、まあ、政府の企みでカモフラージュをするために、国民栄誉賞をなってくると、これはこれで大きな問題になってきますんでね。はい、そのところちょっと腑に落ちないのは不思議だなって思いました。まあ、このことを追求するジャーナリスト、東京の方いらっしゃったらどうぞ追求してください。まあ、地方にいるんでね、地方から、取材することは、まあ、電話で取材するのできる、できますけれど、なかなか、足を運んで取材ができないのでね、東京の、皆さん、取材をしてみてください。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、新年度、ね、こういったセットというか、セットらしいものはないんですけれど、たまたまこのテーブルがあったので、テーブル引っ張ってきて、で、こういった置物を置いてね、ちょっと何か、スタジオらしくしたいなと思いました。まあ、本年度もね、ちょっと、いろんな話題、をね、お話をしていきたいと思います。本年度もどうぞよろしくお願いします。まあ、地元のローカルな話題しかあまりお伝えできないんですけれど、ね、4月3日水曜日には、流鏑馬が行われます。午後1時半から行われますんでね、また流鏑馬を、見に行こうかなと思っております。まあ、日本の、伝統行事なんでね、そういった日本の伝統行事はね、大事にしていかないといけないかなと思っております。はい、まあ、ビデオカメラ担いで、デジカメを担いで、取材に行っていきたいと思います。はい、ということで、今夜の、4五金五な夜、この付近で終わりにしたいと思います。はい、4五金五な夜、第690回、この付近で終わります。明日もね、同じ時間帯に放送しますんで、お時間がございましたら、どうぞご覧ください。それでは、失礼します。